米駅はカナダのオンタリオ州トロントにあるトロント市地下鉄ブロアダンホース線の駅である。ブロア通りの北側、米通りの西側に位置しており、構内で Wi-Fi が使用可能である。またトロント交通局全体の遺失物取り扱い所の所在地でもある。同駅は1966年にブロア線の開通と同時に開業した。計画の初期段階で駅の真上の通りから取って、 ベルエアーという歌唱が付けられ、開業直前までは当時北米随一のカウンターカルチャーの中心地として有名だった駅周辺のヨークビル地域の名前をそのまま駅名とする予定であったが、最終的には米駅と名付けられた。しかしながら、ホームの駅名表には今でも米の下にヨークビルと小さく併記されている。ブロア線及び米駅の開業は地下の上昇を誘発し、 ヨークビル地域のジェントリフィケーションの一員となった。現在の米駅の周りには高級ブランドショップなどが立ち並んでいる。前日の通り、駅構内にはトロント交通局全体の落とし物センターが設置されている。事前に問い合わせをしてから引き取りに行く形式であり、持ち主が60日の間に見つからなかった収得物は競売にかけられて売り上げが 交通局の運営に利用されている。米機の現行ホームの下には現在は利用されていないハイホームがある。このホームは1966年2月から9月の間のみ試験的な地下鉄システムの下で使用されたもので、ローアーベイと呼ばれている。トロント交通局はブロア線の開通時、それまでヤングユニバーシティ線として運用されていた路線を2、系統に分離させ、 計算路線での運行形態とした。このインターライニングと呼ばれる手法の結果、どの駅にも必ず2路線が止まることとなり、乗客がいずれの駅から出発して、いずれの駅に向かう場合にも乗り換える手間がなく移動することが可能になると考えられていた。だが、目的の方向行きの電車を待つ時間を考慮すると、乗り換えた方が早い場合も多く、 また一回の遅延がさらなる遅延につながるとして、この運行形態は失敗と目されるようになった。特に、米駅から東方面へ行きたい乗客とセントジョージ駅から西方面に行きたい乗客たちにとっては、目的地へと行く電車が上下どちらのホームからも発着することとなり、さらなる混乱のもととなった。このため、地下1階と地下2階をつなぐ階段の真ん中で待機しておいて、 目当ての電車が入線した方へと急いで移動する客もいたという話もある。ヤング線のクイーン駅に残る行き先表示板試験運用中に行われた利用者への調査では、そもそもこの特殊な運行形態による効果に関心がないという回答が過半数を超えていた上に、便利に感じる人と不便に感じる人はほぼ同数という結果となったが、トロント交通局は、 ヤング線とブロア線を完全に分ける現行の運行形態を正式に採用した。こうして、セントジョージ駅の仮想ホームはその後もヤング線の駅として利用され続けたのに対し、ローアーベイ、並びにミュージアム駅との連絡線は通常の営業運転で使用されることがなくなった。また、各駅のホームには次に来る列車の行き先を表示する発車表が設置されていたが、 これも幽霊駅と同様に6ヶ月の間だけ使用され、今は表示が固定されたまま残存している。1966年9月の利用停止以降、ローアーベイは従業員や救急隊の業務訓練、駅に使う建材、案内板の試験場などとして使われているほか、イベント会場や映画、ドラマの撮影に使われている。スーサイドスクワットや トータルリコールといったブロックバスター映画のロケに用いられたこともあるが、サウンドオブサイレンスや16ブロックの場合のように、主にニューヨーク市地下鉄の駅として登場することが多い。2018年には地元のバンドであるファクトアップがライブを行った。1966年の試験運用時のトロント地下鉄の路線図。2018年5月26日に、 一般公開された、際のローアーベイローアーベイへの階段は閉ざされており、一般の人間が自由に見られるようにはなっていない。しかし、地下鉄の設備の工事などの際は迂回のため乗客を、乗せた車両が、ローアーベイを通過することがある。2007年の2月24日から3月11日の、間は、米戦途上時間のトンネル修理のため、ブロア線を2分し、 ミュージアム駅を終着駅としたことがあった。また近年になって見学会が催されるようにもなってきた。2007年にトロント市が毎年主催するドアーズオープントロントというイベントの一環として初めて一般に公開された際は映画の撮影のために用意されたニューヨーク市地下鉄風の小道具が残されたままの状態で見学することができた。 その後も数年に一度は公開されるようになっている。トロントトランジットコミッションサブウェイライダーシップ2018トロント交通局ゼアーズナウ、フリーワイフ Wi-Fi トオーバー r 40TTC サブウェイステーションズブロックと2020年6月29日閲覧 AB ロストアーティクルズ、トロント交通局2020年6月30日閲覧 How TTC Subway Stations Got Their Atypical Names www.blogto.com 2020年6月30日閲覧ホワットヨー、like、クビルアズライクインザ 1960s www.blogto.com 2020年6月30日閲覧 TTC Lost Articles is Tronto エス・トレーン・ジェスト・ロスト＆アンドファウンド www.blogto。Www. com。二千二十年六月三十日閲覧。abc。ザット,ト・タイム・ザ・サブウェイ・エント・フロム・エニウェア。ツーエニウェア。www.blogto。com。二千二十年六月三十日閲覧。ab。トロント。エス・ロスト・サブウェイ・ステーションズ。トランジット・トロント。 コンテント。トランジットトロント。2014年11月9日。閲覧。ABCTTC Behind the Scenes at Bay and Queen Stations.YouTube 2020年6月30日閲覧。Bay Lower.Station Fixation 2020年6月30日。閲覧。The t r u u s Behind the Interlining t r i a l トランジットトロントコンテント。 トランジターント、さ、2020年6月30日閲覧。ボブキン、マット、ファクトアップツーヘッドライン。CMW アンダーグラウンドショーケースインドーアーベイ、ステーション。イクスクレイム、さ、2018年5月12日閲覧。ローアーベイ、エスドアーズオープントランジットトロントコンテント。トランジターント、さ、2020年6月30日閲覧。ありがとうございます。